オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。今日はフランス語の発音について話したいと思います。フランス語の発音は難しいというフレーズは誰もが耳にしたことがあるのではないでしょうか。特に一度も勉強したことがない人はほぼ必ずフランス語は発音が難しい言語だと思っているような気がします。しかし皆さんは今まさにフランス語を勉強している学習者です。それでもフランス語の発音は難しいというステレオタイプは正しいと言えるでしょうか。これは人によって答えが異なると思います。発音が苦手という人にとってはフランス語の発音は難しいままだし、反対にやってみたら案外できたという人はむしろ英語より簡単かもと思うこともあるのではないでしょうか。発音の難しさはそう簡単に比べられるものではありませんが、英語との比較で言えば英語にあるアクセントがフランス語にはないので、その分楽なところもあるはずです。しかし、フランス語の特徴としては、発音の短い単語や同音異義語が多いので、はっきりと発音しなければ別の単語に聞き取られてしまうリスクも高いと言えます。いずれにしても、勉強を続けていくのに、いつまでもフランス語の発音は難しいと思っているのも苦しいので、自分なりにうまく付き合っていけると良いですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。そして第2部は3月にデビューされたキム先生をご紹介します。それでは早速今日のレッスンを始めていきましょう。フランス語の発音そのものが難しいかどうかは人によっても違いますが、フランス語の中に特に発音が難しい単語があるのは事実です。今回はそんな単語を皆さんにご紹介したいと思います。フランス語で最も発音が難しい単語。これをフランス語で言うと、les mots les plus difficiles à prononcer en français となります。これで検索をかけてみると、フランス語で特に発音が難しい単語のランキングを載せているサイトがいくつか出てきました。その中で特に登場回数が多かった単語を皆さんにシェアしたいと思います。まず一つ目は、serrurie です。辞書を引くと、錠前製造業と載っていますが、要するに鍵や錠を作る業種ですね。まず綴りですが、serrurie となっています。やはり、r が多用されている単語は手強いかもしれません。ただ、真ん中にあるうをしっかり発音することで多少読みやすくなります。つまり、serrurie ではなく、serrurie とすることで、むやみに r が連続するのを避けられるのです。もう一度読むと、真ん中のうを落とせば、serrurie、serrurie。うを読めば、serrurie、serrurie。どちらでも読みやすい方で練習してみてくださいね。同じく、rure という発音を含む単語に、chirurgien があります。外科医という意味の単語ですが、serrurie よりおそらく使用頻度は高いので、発音に苦しまされたことのある方もいるのではないでしょうか。また、最初の死や最後の gien もコツがいるので、もしかしたら serrurieより難しいかもしれません。発音のコツはとにかく一音ずつはっきりと読むことです。シ、ルー、ジャン。
それぞれしっかり発音できるようになったら、続けてシルジアンと読んでみましょう。さて、レモレプルディフィシルアプロノンセ。次によく出てきたのは、ブイワーという単語です。湯沸かし器という意味で、綴りは、b, o, u, i, l, l, o, i, r, e。最後の4文字、o, i, r, e の発音、わーもポイントですが、何より前半の、b, o, u, i, l, v が難しいです。o, u の綴りが表す母音、うと、半母音と言われる音、いが合わさり、ういという発音になります。もう一度全部つなげて読むと、ブイヨワーフ、ブイヨワーフ。やはり音を分解して一音一音意識することが肝心ですね。同じく、ういという発音を含む単語に、グラヌイがあります。カエルを表す単語ですね。綴りは、ジェ、R, E, N, O, U, I, L, L, E。 続けて発音すると、グラヌイです。ウイだけではなく、最初のグレという発音も嫌われがちかもしれません。少し似ている単語に、エキュレイがあります。綴りは、E, アクセントエグ、C, U, R,E, U, I, L。 今度はリスを表す言葉ですが、先ほどと違うのは O, U の代わりに E, U の綴りになっていることですね。 E, U, I, L という綴りで発音は E, I。 顎の力を抜いて口を大きめに開くのがポイントです。もう一度発音すると E, Q, R, I、エキュラーイ。ゆっくり読めばそれほど難しくないはずです。実は普段とてもよく使う単語の中にもこのエイという発音が入っています。その単語とはアキュイ。受付あるいは受け入れることなどの意味がある単語ですが、一度は耳にしたことがありますよね。綴りを確認すると、あ、せ、せ、う、え、い、l となり、先ほどの、う、う、い、l とはわずかに順番が違うことにお気づきでしょうか。というより、綴りが違うので同じ発音になるのが意外に思われるかもしれません。これは綴りと発音の規則によるもので、普通、う、うという綴りで、う、いという発音になるという対応関係があります。しかし、アキュイの場合、そのままウユと書いてしまうと、セウユという綴りになってしまい、セのアルファベは後ろにウが来るとスと発音されるので、スという発音になってしまいます。つまり、アセセウユイエルと書いてしまうと、アスイとなり、本来の発音と違うので、う、うの綴りをひっくり返して、う、うとし、あ、せ、せ、う、う、い、えると書くことで、あ、きょいという発音を保っているのです。なので、今後、あ、きょいという単語を目にしたら、自信を持って、う、うの綴りのつもりで、う、あ、きょい、あ、きょい、と発音してみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座
およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は3月5日よりアンサンブルでレッスンを提供しているキム先生の魅力をお伝えしたいと思います。2019年からフランス語を教えているキム先生は、フランスの大学で日本語研究の修士号を取得し、日本にも交換留学の経験があります。そのため日仏の言語や文化に深い関心があり、レッスンでは双方の違いや共通点を踏まえ、わかりやすく濃い内容の授業を行います。キム先生は気さくで話しやすい人柄なので、間違いを恐れずにフランス語をどんどん話そうという気持ちになれます。またキム先生はレッスン中、細やかに発音の間違いを直してくれるので、受講した後は発音の面でも一歩前進した手応えを得られます。フランス語だけでの説明でも十分わかりやすいですが、日本語も上手に話せるため、いざという時には日本語でも質問ができるという点で、初心者でも安心して受講できる講師です。キム先生のレッスンを受けてみたいと思われる方は、ぜひ一度ご予約くださいね。お待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。